マスキング式値とは、ある音を聞き取る必要があるとき、それをマスキングしてしまう、別の信号がある状況で、その音を聞き取れる限界の音圧レベルである。マスキング式値は、二つの音の周波数や種類に左右される。同時マスキングは二つの音の周波数が近いときに、発生しやすい。聞こえないことが役立つ場合もある。例えば、音声圧縮においては、 聞こえない音は除外することができ、最終的にファイルサイズを小さくできる。一度に一つの音向しか聞いていないということはあまりなく、通常は複数の音向が聞こえている。そのため、一つの周波数で複数のマスキングが発生し得る。その場合、全体としてのマスキング式位置を計算する必要がある。それには512や1024ポイントの 高解像度の高速風リへ変換を使い、音を構成する音高を識別する必要がある。人間の耳には過聴域があるため、マスクの信号レベルや種類や周波数帯を知らないと、個々のマスキング式位置を計算できない。また、最小過聴値未満のマスキング式位置は無意味であるため、注意が必要である。数は、音向1ヘルツ近辺のスペクトルを示している。 スレッショールドインクワイト以下の音は聞こえない。マスクする側の音の周波数によって状況は異なる。この例では 1kHz であり、その近辺の音高は聞きにくくなる。マスキング式位置の曲線の傾斜は、周波数の低い方が急峻になっている。つまり、高い周波数の方がマスキングされやすい。マスキング式位置には用途があり、それは、 MPEG-1 オーディオの符号化過程に見て取れる。MPEG のエンコーダには音響心理学的モデルというブロックがある。このブロックは FFT を使って各周波数帯でのマスキング式位置を計算する。これによって周波数帯域ごとのビット割り当てを決定し圧縮効率を向上させている。ありがとうございます。